はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちらのケース紹介したいと思います。アルミのバンパーですね。かっこいい、かっこいい、普通にかっこいい。これは iPhone4、4S からも大人気だったDIFのアルミバンパーです。ひねりがかっこいいよね。それがね、 iPhone5 についに対応したものが出ました。いいな、この流線的な、このなんていうの、フォルム、これかっこいいよね。かっこいい、やっぱりね、アルミだからね、なんかもう大人の男って感じがしますねもうね、装着するともう今までの iPhone とは全く違う感じがしますね。こういう iPhone みたいな感じ。もう毎度毎度アルミバンパーをね、紹介するとき言ってるんですけど、もう iPhone の形が変わった感じがするんですね。これね、装着方法はこうやって六角っていうんですか、これをネジでクリ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 ってやるだけで装着できます。そんなにね、大変じゃない、簡単。結構これアルミ頑丈じゃないですか、で iPhone 傷つけてしまうっていう、なんか心配する方多いと思うんですけど、このね、四隅にね、こうやってちゃんと分かるかな、リーフのマーク入ってるでしょ、このゴムパッキンがあるんですね。だから中でちょっと動いてしまうとかもないですし、装着するときに iPhone に傷をつけるっていう心配もありません。なのでね、安心して使えると思います。でこうやってね、ボタンとかもあるんで結構押しやすいですよ。音声ボタンとかも押しやすいですしね。まあじゃあちょっと細かく見ていきますか。はい、まずここの穴わかるかな、これ。わかんない。これね、最初僕もわかんなかったんですよ。で、なんか担当の方が来て教えてもらったんですけど、電波の干渉を防ぐらしいですね。へぇ、まあ、iPhone 4とか 4S の時ってこの周りにあったじゃないですか、だから結構ね、このアルミ系って電波の干渉があったらしいんですけど、今回ね、5ってこことここなのかな。へ、だからあまりね、電波の干渉受けにくいんですけど、ここもしっかり開いてる。うん、だから結構通話とかには問題ないみたいです。あとはですね、この底ライトニングコネクタの部分とか、こうやってしっかり開いてるんでちゃんとさせます。この嬉しいのがですね、このイヤホンジャック、こんなにしっかり開いてるんですね。なので私の愛用してる BOSE のイヤホンも装着できます。なんかさ、ここら辺とかさ、絵描きさん、こういうところだけでも好きでしょ。なんか F1 っぽくない？ F1 っぽいっていうか、メカっぽい、フェラーリっぽいよね、色とかねはい、なんかそういう車好きの方とかもね、結構好きそうだよね。うん、というケースです。他にもね、色がね、たくさんあるんですよ。おー、ますこれはなんだ、ネイビーっていうのかな、かっこいい、ネイビーカラー。このね、間にこうやってシルバーが入ってるのがまたいいです。で、これパープル、これ女性でもモテるかもしれない。あとは、これはもう完全なシルバー、あとブラックで、レッド。何色が好き？黒にはやっぱりこの濃い系の色が合いそうですね。赤とかね、赤は白でも合うのかな、シルバーもあるというようにね、いろんな色があります。アルミバンパーね、探してるっていう方はちょっとこれチェックしてみてほしいです。あとそう、ストラップホールもついてる。結構こうやってストラップホールしっかりしてるんで、ブラン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 しても外れないと思います。ストラップが先に切れちゃうよね。安心して持てると思います。チェックしてみてください。値段もお手頃ですよ。